2016年オリンピックイヤーの幕開けに前人未到の3連覇野村忠宏が登場。引退間もないレジェンドが再び本気で柔道着をまとう。新たな伝説の主人公に指名したのは彼ですね。東京オリンピックに関してはあらゆる競技の中で一番金メダルに近いんじゃないかな。野村も認める次世代最強の男、阿部一二三。ユースオリンピックではオール一本勝ちで金メダル。柔道日本の新エースだ。ところが無敵の18歳が一転追い詰められた。すごい情けないなと思ってしまいました。思わぬ事態に伝説の男が立ち上がった。世界を極めた野村柔道、その真髄がついに明かされる。永久保存版じゃないの、こんなに教えちゃっていいのですよね。目指せ2020年のオリンピアン。柔道66キログラム級阿部一二三です。1,2,3 と書いて阿部一二三なんで覚えてください。よろしくお願いします。トレードマークは坊主頭。高校3年生だ。あどけなさがやっぱりありますね。柔道を始めたのは6歳。あ、かわいい。道場での稽古がただ楽しかった。ところが体が小さくて女子選手にも簡単に抑え込まれてしまう。跳ね返す力がなく一本負け。この悔しさが心に火をつけた。体は小さくても誰よりも鍛えて強くなる。翌日から父と二人公園に通い、ひたすら力をつけるための特訓を重ねた。それから9年。人に見せたくなるこの筋肉、最強のボディを手に入れた。すごい体ですね。確かに柔道のスタイルはズバリパワー重視。積極的に前へ出て相手を抱え込むと無理な体勢からでも豪快にねじ伏せる。この圧倒的なパワーを武器に阿部は急成長を遂げた。すごいね。2014年、体重別の日本一を争う大会に高校2年で出場。強豪を次々撃破し、いきなり優勝を飾る。すごい力だ。さらに日本代表となって挑んだ世界大会でも力の柔道が炸裂。すごいな。史上最年少で頂点に立った。スーパー高校生出現。リオでのメダルも期待される存在となった。貫禄ありますよね。すでになんか王者の貫禄とか風格とかが、そうですね、漂ってますよね。そんな阿部が憧れてやまないのが野村忠宏。引退直後激励に来てくれた。小さい頃からずっと見てるんで、やっぱりもうその人が目の前にいるってだけで、まあ、なんか緊張すると。お前しかいないって野村からエールを送られ、夢は大きく膨らむ。でっかい目標はもう4連覇、オリンピック4連覇っていうのは、はい、目標で夢です。ところがその2ヶ月後、柔道界期待の18歳は試練に襲われる。リオデジャネイロオリンピックの代表選考につながる重要な大会。この日も阿部は力勝負を挑む。いつものように前に出て抱え込もうとするも、その度に相手は床に伏せてしまう。徹底した阿部対策、得意の力の柔道に持ち込ませてもらえない。相手のペースにはまった結果、あ、巴投げ。
友好を奪われてしまった。うわ。そして前回優勝した大会でまさかの3回戦負け。リオの代表の座が大きく遠のいていった。今日はなかなか自分の前に出る柔道っていうのあんまりできなくて、内容も全然ダメで、そうです、今日は全然ダメでした。ちょっとびっくりしましたね。ですね。やっぱりでも水泳もそうなんですけど、はい、強ければ強い選手になればなるほど周りの人にマークされて分析されるんですよ。そうですよね、まあ、パワーだけでは勝てない、うん、何が足りないんですかね。精神的な、精神的なメンタルな部分、なんだろう、ディフェンスが弱いとか、なんだろう、なんですかね、なんだろうね。期待の阿部一二三が完敗。その原因を野村はどう見たのか。まあ、研究されてるのもあるけど、全然柔道ができてないですよね。分かってても実践できてないってことは分かってないと一緒ですから。問題にしたのは柔道との向き合い方。お願いします。都内の道場を借り一対一で稽古をつける。はい、こんにちは。じゃあ久しぶり。はい、ありがとうございます。疲れた、疲れた。そうです、全体的にちょっと髪の毛おしゃれ、はい、体もそうですね。そう、試合、いや、一応ね、試合は見せてもらったけど、悔しかったよ。そうですね、リオを目指せるスタートラインに、まあ、やっと立てたっていうところから、もうこの一つの試合の負けでこう一気に崩れていくっていうか、勝負ってそんなもんやからな。はい、うん、てか髪型変わってるし、この前の坊主やったね。ちょっと再会の笑顔はここまで。いよいよ野村が柔道着をまとう。おお、すごい。本気で組み合うには入念なテーピングが欠かせない。40代まで現役を続けてきた体は日常生活にも支障が出ている。関節内が変形してるから、その休んで良くなるって怪我じゃないんですね。子供とキャッチボールとかも結構きつかったりとかね。やっぱり3連覇をするってそれぐらい酷使することなんですね。本当に、まあ、体っていう部分では捧げた部分はあるけど、うん、自分はそれなりのものをね、うん、勝ち取ったからね、まあ、しょうがないのかなって思います。そんな野村が今日再び体を張る。畳に上がった野村、まず切り出したのは、まず負けた試合ね。負けた原因っていうのはどう思ってる？やっぱりガンガン前に出て、うん、こう腰とか抱けるシーンもあったんですけど、やっぱり相手はそれ警戒して、ね、その前に出るってことは別にいいねんけど、それがね、お前の強みでもあるわけだから、そこはいいねんけど、やっぱ組手がすごい気になって、はい、柔道の基本、組手。相手の柔道着のどこをどう掴むか、ここから全てが始まる。俺ずっと気になってたのは、その投げられた瞬間もそうやけど、だいたいこの辺りやな、組んでんのは、うん、でもこれが一番すごい気になる。真っ先に指摘したのは阿部の右手の位置。右手、絶対もう癖としてまずここ。組手では相手の襟元を取りに行くのが基本だ。ところが阿部が有効を奪われたシーンを見ると、あー、本当だ本当だ。掴んでいるのは柔道着の裾。
これではとっさの動きに対応できず攻撃を防げない。柔道選手なら当然知っているはずの基本を阿部は実践していなかった。なるほど。ひふみが一番ダメなのはここで落ち着いちゃう。でここで動こうとしないぞ。はい。だから取らせてくれないと下からも取るし、例えば相手がもう下を切って嫌がった時にはこうでよかったわけ。ひふみがね、本当に体の力が強いからある程度多分受けれるっていう自信もあるの、うん、だからちょっとそこが意識が甘いのかなって。そういう一つ一つの細かいところを修正していかな、うん、はい。世界の野村を支えていたのは基本の徹底。この後阿部は野村柔道のさらなる真髄に触れていく。野村さんすごいですね。めっちゃかっこいいですね。かっこいい。だってキャッチボールするのもきついような体でしょ、ね、寝ていたいじゃない家でゆっくりと。だけどあそこまでテーピングして、うん、こう向き合っていく、うん、まあそれだけ阿部選手に対する期待と柔道界への希望みたいな。そうですね、うん、なんかあれをわざと見せたんじゃないかなって思いました。お、なるほど。裏の控え室で準備して出ていくんじゃなくって、うん、テーピング巻いて大変だったって、でもその分自分はいろんなものを得たっていうのを勉強かなって。なるほど、そこまで考えてたら、うん、すごいですね。お、なんか来ました。阿部くんは高校で急成長し一気に大人の世界で頂点に立ちました。その過程を見ていた野村さんはこう思ったそうです。自分の柔道スタイルを築き上げる前に結果だけを求められる立場になってしまった。自らを見直したいと思ってもゆっくり直す時間がない。まだ高校生なのに気の毒ですよ。まあ、みんながこう積み上げてきてやっとなれるチャンピオンに、阿部君の場合はものすごい速度で成長して一気に駆け抜けちゃったから、もうある程度こうチャンピオンになって注目される側になっちゃったという。才能があるがゆえの苦しみですね。リオの代表入りが厳しくなった今、阿部には見つめ直したい技があった。中3ぐらいまでは結構背負い投げとか担ぎ技、全国大会でも背負い投げで勝ったりとかもしたんですけど、やっぱりこう高校になってなかなか背負い投げにやっぱり入れない。攻撃的になればなるほどいいもんな。そうです。柔道っていうのは腕力だけじゃなくてね、テクニックとか細かいところを詰めていくっていうのはパーフェクトなチャンピオンになっていく過程においては大事なんじゃないかなって。力頼みからの脱却。背負い投げ、その鍵を握るのが背負い投げだ。懐に飛び込み相手の動きを利用して投げ飛ばす技。すごい、すごいね。飛び抜けた筋力を持たない野村がオリンピックで3連覇を果たせたのはこの技を極めたからだ。背負い投げの達人野村の本気指導が始まる。結局まあどの技にしてもそうだけど、まあ、無理な姿勢で入るっていうのは絶対効かない、はい、技に入るまでの作り、形の作り方っていうのがやっぱすごい大事で、まずは阿部の隙を見て野村が技をかける。すげえな。野村が重視する技への入り方、阿部は感じ取れたか。今度は阿部が技をかけに行く。だがなかなか懐に飛び込めない。ここであかんのはここの隙間が空くこと。一番組手の中でダメなのはこことここが空くこと。ここで空いたらやっぱ相手をコントロールできへん。
阿部は技に入る前に相手の重心を崩す動きができていない。相手を崩すための最初のポイントは右手の使い方だ。常にここの感触を持っておくと。僕が開くとやっぱりこう、まあ、入れないというか力も。そうそうそう。だから一本杖もそう。はい、一本杖でも一本杖、まあ、こういう時でもやっぱこうなっててこうなっててもこのまま入らない。やっぱ一回ずっとこうここでタッチさせて。なるほど。なるほどって言ってすぐできるわけじゃないですけどね。常にやっぱここをつけるっていうのを俺はすごい意識してる。なるほど。胸元に当てた右手で圧力をかけながら相手の重心がどこにあるか常に感じておく。こうしてまずは技に入るタイミングをつかむのだ。野村流の崩しの技術を意識して再び挑戦。本当だ。いつの間にか拳が離れてしまった。絶対に胸元から右手を離す前。しかし今度こっちに意識すぎたらこっちができてないから、うん、相手のことを落としていかなあかんから、うん、今だから自分のことで精一杯なわけ。自分がここをつけるってことに精一杯だけど、うん、それをしながら相手のことを落としていかなあかん、うん。新たに浮上したポイントは相手を崩し切るための左手の使い方。袖を持ち相手を揺さぶり重心が崩れた瞬間、その左手で袖を一気に引き下げる。慌てて戻そうとする相手の力も利用すれば懐に飛び込むための空間が生まれるのだ。柔道ってすごい頭使うんですね。崩す技術をさらに突き詰めると、こう手首この一つにとってもこう下にこう落とすのとこの手首を返すっていうのは全然違う。手首を返してで自分の体を落とす。 それをずっと連携させて連動させて、でそうやって相手を押し込んでいって抜ける瞬間にパッと回るって。パワーに頼らず相手を崩し切る。阿部が新たに目指す技の柔道がまさにここにある。これ今日これ柔道をやってる人たちこれ永久保存版じゃないの。そうですね。自分で考えてきたこうテクニックとかも入ってるわけじゃないですか。秘伝のタレを作ってるところ丸見せですよ。ですよね。野村の教えは崩した後の動き。ここの間でも返す。相手を背負ってから確実に仕留めるための技術。全部考えながらやってんだこういうの。そうですね。ここにも野村のこだわりが数多く詰まっている。ある程度引き上げるってこととしっかりここ回すってことで、自分の頭は失敗するとき絶対こう自分の頭がこう前に来るからさ、はい、自分の頭が極端な話中に入っていくように出て。最後に今日教わった技術を一連の動きで試してみる。崩し、背負い、投げる。お、でも掴んできた。さすが天才。そして右手で圧力をかけながら重心が崩れた瞬間、左手で袖を思い切り引き下げ、すかさず
懐に潜り込むと鮮やかに投げ飛ばした。体の使い方とかやっぱり肌で感じてみるとやっぱりすごいなっていうふうに思いました。いいところを全部吸収してそこでまた自分でも工夫入れたりしてやって自分の体の強さを生かした入りとかも考えていってそういうのがやっぱり今後強さにつながっていくのかなっていうのはすごい思います。3時間に及んだ激しい稽古だがここはまだスタートラインだ。一二三が自分に合った自分流のオリジナルの背負い投げをこれから時間を作り上げなきゃいけない。それが完成した時の阿部一二三っていうのはすごい楽しみだしね、まあ、その時に一言ね野村さんのおかげでって言ったらもう言わなきゃいいのに。この日阿部がレジェンドから授かった極意は技だけにとどまらなかった。試合をしている中で絶対に負けたらいけないっていう気持ちにもすごいなって、それがプレッシャーになってたのかなっていう、まあね、だからそう、まあ、やっぱりやけどそれはもう慣れるもんじゃないからな。俺は別にもう、常にやっぱりプレッシャーを感じてたし、もう 俺が立ってる舞台、俺が目指してる舞台っていうのは究極の恐怖とプレッシャーと不安と孤独っていうのがあるもんと思ったから、受け入れてそう、もうそこは経験というしか言いようがなかったりもするんだけど、俺から見てたら一二三は今回すごいいい経験をしたと思うわけ、けどお前はいい経験をしたと思ったらあかんわけ。その今回 その悔しさ情けなさを次の試合で生かした時にこそあの時はいい経験だったって、だあの時いい経験をしたって言えるように次しっかりとした結果を出すんだから、やっぱりリオのオリンピック一度目指すって言ったんでそこを曲げてしまうとかっこ悪いしダメだなっていうふうに思うんで、選ばれなくてももうやりきった状態で阿部を使いたいなっていうふうに思ってもらえるぐらいの強さになっていきたいなっていうふうに思ってます。よく言いました。